あなたはどっち？教室開業と販売業、両方経験してきた私が今日は販売に向いている人の特徴を5つ考えてみました。その1、商品説明能力。やっぱり買ってくれる人がいるから売れるわけです。その方に対して商品の良さやメリットを相手に理解してもらえるように伝える能力です。その2、繰り返しの作業が苦じゃない人。毎日毎日とにかく同じことの繰り返しになるのも販売業の特徴。日々のそんな繰り返しの作業がとにかく楽しくて楽しくて集中できちゃう人です。その3、要領よく計画的に行動できる人。多くの細かい作業を時間と戦いながらこなす必要があります。一つ一つの作業の次次次と頭の回転をフル活動できる人です。その4、チームワーク力のある人。販売では小さく売るときには一人で行える場合もあるかもしれませんが、しっかりとした販売をしたいときにはお手伝いも必要です。チームワークを重視して協力し合って仕事が進められる人に向いています。その後、クレームへの対応力がある人。食べ物や販売もクレームがつきもの。お互いが気持ちよく結末が迎えられるような対応ができたり、事前に防ぐ心構えができる人です。